はい、皆さんこんにちは。榊敦史でございます。1時40分になろうとしてますね。6月は7日ですね。フライデーでございまして、日経平均今日は動いてますよ。マイナス100ですね。あんまり動きなし、38,602 と、ドル円 155.80 と、こっちも動いてませんね。香港ハンセンもマイナス77と動きなしですね、今日は。さて、ドルウォンは、ちょっと押されてますね。1368.55 と、やや、小忙しい中でですね、昼ちょっと前から押され気味ですね。ウォン安方面に押されています。さて、ですね、本題はこの、これお昼ご飯食べながら見つけたビジネスインサイダーというニューサイト、あんまりよく知りません。次から次へとですね、ネットメディアが出てきまして、いろんなニュースをですね出してくれるんですけど、これはザ・ニュース・レンズ・ジャパン、これもともと台湾系ですね。でそれがですね、今日7日ですね、出ました記事ですね。11時6分ですから、今からですね、2時間ちょい前。中国でインターネットサイトの数が激減、不都合な記憶や歴史が消え去られているということで、ですね、ちょっと読んでいきますと、米ニューヨークタイムズは天安門事件から35年を迎えた6月4日、中国当局による厳格なネット規制、ネット規制の現状について報じた。それによると、中国のインターネットは急速に縮小の一途をたどり、ウェブサイトの数は激減、投稿は検閲され、人々の過去や不都合な歴史が軽視さられているという。そもそも中国にインターネット自体がこう入ったということについて、私はですね、大丈夫かいなと思うところがあったんですけど、どんどんイントラネットになってますね。同紙によると、中国では Google から YouTube、Facebook、X、旧 Twitter など世界中で利用されている主要ソーシャルメディアは存在せず、中国人はその事実を認識している。中国独自の SNS では、当局の規制を逃れるため、物事を歪曲して表現し、投稿やアカウントが検閲されても諦めて受け入れる。彼らはインターネットのパラレルユニバースに行き、それを自虐することさえあるというと。さらに、ショート動画やライブ配信、電子商取引でにぎわう中国のネット社会の裏側で、ネットユーザーたちはサイバー空間とそこにあったコンテンツを断片的に消え、コンテンツが断片的に消えつつあることを認識しつつある。今年5月22日に中国のメッセンジャーアプリ、WeChat に投稿され、広く共有されたあるユーザーの記事は、1995年から2005年の間に、中国のニュースポータルやブログ、掲示板、SNS に投稿されたほぼ全ての情報がなくなったと指摘。中国のインターネットは加速度的に崩壊しているとの見出しがつけられた問題の記事は、予想通りすぐに敬遠された。以下続くんですけど、要はね、中国という、今の中国ね、という政治体制と、インターネットは相入れないんですよ。つまり、インターネットで自由に誰でも書き込めるでしょ。でところが、中国の今の政治体制というのは共産党が支配していてですね、共産党のですね、政策、政治、あるいはその体制自身についての批判は一切許さんというですね、システムなんですね。
それと自由な言論っては全く相入れないわけなんですね。ところがインターネットで誰でも自由に書き込めるわけですよ。書き込む時点ではですね、制限できないんですね。ただ書き込んで上がったものに対してはですね、検閲があるんですけども、上がった瞬間というのは誰もわからないという、誰もわからないというか、まあすぐに見つけられるんですけどもですね、そのあれですね、瞬間を上げられるわけですね。で、過去に蓄積されたものもですね、どうでしょうね、検閲するんでしょうけども、検閲するのもですね、 AI もできれば人間もやるんですけどもですね、やっぱり分母が膨大でしょ。中国は公称14億人で、少なくとも10億人ぐらいいるわけですよ、中国人。で、彼らがほぼ全員インターネットに繋がってるのね、今は。そうなるとですね、膨大な検閲数が必要になってきてですね、ちょっと難しいんではないかと僕は思うんですけども、でも現実にそれはやっています。で、中国ってのはもうなんていうかな、あらゆるところでですね、その反対意見を封鎖するという体制になっててですね、インターネットもそうですし、実際のこう街稼働の条件もですね、ほとんど全て監視カメラで見てるわけですね。で、そこにかなり無理があってですね、監視する人間も必要なわけであって、AI がどこまでできるかっていうと、そんなに、なんていうかな、万能ではないわけですね。で、こう、変なやつがいたら捕まえに行かなあかんでしょ。で、捕まえに行くのもやっぱし人間なわけですよね。そしたらですね、インターネットが出てきてですね、こんだけいろんな交通機関が発達して、ですね、そうなっているのにですね、全近代的な共産党の一党独裁体制で批判を一切許さない、異なった意見を一切許さないということについてはもう無理があります。無理があるんでですね、なんていうのかな、いつかはこう破綻をきたすんですけど、今の中国はそれをですね、無理くりにでもやろうとしてるわけでして、もうどんどん矛盾が出てきています。多分インターネットの空間自体が一番矛盾になるんちゃうかなと思うんですけど、インターネットのこうシステム自体を彼らは否定できないんですよね。なぜ今ですね、大都市ではキャッシュレスであってです、ね、現金なんか誰も持ってないわけであって、インターネットを使った決済システムでみんな生きてるわけですよね。で、インターネットを使った情報通信システムでみんな生きてるわけですよね。で、そこにいろんなアプリがあってですね、自由に物が書き込めるわけですよ、一瞬はね、一瞬はそれでですね、政府に対する批判、共産党に対する批判を全部こうちょんちょんちょんと切っていってるわけであって、それを言うた人間は捕まえなあかんわけですよね。ちょっと相入れないんちゃうかなと思いますね。まあそれでも彼らは一生懸命やってきました。まあでもそろそろ無理ができたんちゃうかなと思います。で、過去のインターネットでですね、変なのがあったらあかんからって全部消してるっていうのはこのニュースですね。アホちゃうかと思うんですけど、いや、そもそもね、共産党一党独裁でもう社会にインターネットを普及させたということ自体がですね、大きな大きな敗因ではないかなと私は思いますけどね。で、だからいずれその共産党っていうのは滅びるんですけど、やっぱりこのインターネットを入れてですね、人々の自由な更新というものをですね、可能にして構築した時点でですね、共産党の終わりは始まっていたのではないかなと私は思いますけどね。はい、ということで、このビジネスインサイダーの中国でインターネットサイトの数が激減というニュースをですね、一応貼っておきます。ありがとうございました。